Google クラウドプラットフォームの謎のテクノロジーを掘り下げるです、ね、お願いします。あれこれって何ですか？これはあのビデオ用の。あ、ビデオ用ですか。はい、すいません。今マイクにしてました。これじゃあ持ってっていいですか？はい、はい、おはようございます。それじゃあですね、始めさせていただきます。 Google の佐藤と申します。今日はあの日本語のタイトルは Google の、クラウドの謎テクノロジーを掘り下げるっていう結構煽り系のタイトルつけてしまいましたが、まあ英語のスライドの方はちょっとおとなしめで Deep Dive into Google Cloud Technology、Google Cloud Platform GCP っていうあの AWS みたいなサービスがありますけれども、その下にある Google Cloud のですねテクノロジー、まあいっぱいペーパーが出てるんですけども、それでですね、今一番どんなテクノロジーが熱いのかっていうのを解説しながら、じゃあそれが GCP ではどんな形でメリットとして得られているかっていうところを、50分弱ぐらいで紹介していきたいと思います。私の紹介なんですけども、私はですね、Google にもう5年弱ぐらい前に入りまして、過去3年ぐらいはずっと Google クラウドプラットフォーム GCP のチームで、主にソリューションズアーキテクトの仕事をもう2年半ぐらいやってたんですけども、最近、ここ半年以上はですね、デベロッパーアドボケート、つまりまあエヴァンジェリストみたいな仕事をやって、アジア地域を担当してますので、日本もそうですし、台湾だとか、この間インドに10日間ぐらい行ってましたけれども、そんな感じで渡り歩いて、こういったイベントでお話しさせていただいたり、またはGCP のコミュニティをですね、サポートする仕事をしております。で、今日はですね、GCP の話なんですけれども、Google プラットフォーム、クラウドプラットフォームですね、GCP 使ったことあるという方はどれぐらいいらっしゃいますか？あ、すごい、素晴らしい。私なんかもっと1割ぐらいかなと思ってたんです。すごいですね、6割ぐらいの方が使ったことある。非常に嬉しいです。でも多分ですね、レベニューで比べると AWS さんと GCP 多分なんだろう、9対1までいってないと思うんですよね。もう全然少ないです。なんですけれども、実はですね、すごく面白いことが今、去年ぐらいから始まっていて、うちのセールスの人たちは今、去年ぐらいからすごく大忙しで、なぜかっていうと、他社のですね、クラウドベンダーさんの一番大きなお客様から順番にですね、GCP 使ってみたいということで、結構、プロダクション導入すでに大規模に始まっています。最近、出た事例が台湾の HCC で、HCC は私も去年はだから、しょっちゅうもう3、4回台湾に通って、彼らの、リーダーともですね、直接やり取りしながら、コンサルタントしてますけれども、HCC をはじめですね、まだ名前が出てない国内の企業、あと一番最近びっくりしたのは、アメリカの一番でかい会社がですね、ストレージ、GCP、Google クラウドストレージ使ってるというディールが決まって、ものすごく肝を潰したんですが、これも全く外に今出せません、すいません。という感じで、実は GCP ですね、目ざとい非常に大きいお客様から順番にお使いいただいてますし、ご存知伊藤直哉さんみたいな、アーリーアダプターの方がですね、もういち早く去年ぐらいからですね、お使いいただいてますと。で、GCP、なんで、他社のクラウドじゃなくて、いちいち GCP ですね、使わなきゃいけないのか。で、その最大の理由は、やっぱり Google の、クラウドなんですね。他社のサービスって、私の想像でしゃべると、多分そのクラウドサービス用のデータセンターがあって、クラウドサービス用のラックだとかサーバーをデプロイメントするっていう感じになりますよね。なんで、ちょっとすいません、今インスタンス足りないんで、なんか何週間待ってくださいとか言われると思うんですね。なんですけれども、GCP は、GCP が使っているデータセンターとかサーバーとかラックっていうのは、もう Google の他のサービスのサーバーと全く同じものを使うんですね。全部共用です。このサーバーは GCP 用サーバーとかそういうの全くありません。なので運用している人もネットワークもインフラも全く同じものを使えるというのが最大の特徴メリットになっています。で、ご存知の通りですね、Google はこれ、一般的には公表されてないですけれども、世界有数のトップクラスのサーバーベンダーとして知られています。うちはサーバーのハードウェアですね、基盤から、またはネットワークですね、トップオブラックのネットワークスイッチからバックエンドのスイッチから全部自社でハードウェア開発しています。というところが、他社の、クラウドと大きく違うところだし、ソフトウェアに関してもですね、ご存知、Google ファイルシステムだとか、MapReduce、BigTable といった、これは本当に初期のですね、第一世代のビッグデータの処理基盤、もともとは Google の、検索サービスですね、インデックスをですね、構築するために、これは MySQL だの、Oracle じゃもう全然拉致が開かないということで、うちの会社も最初からですね、アカデミアのトップレベルの、教授だとか、データベースのリサーチャーを雇って、もうゼロから大規模分散データベースだとか、バッチシロシステムっていうのを開発して、
で、それがですね、今やマップリデュースのペーパーが公開されたのが2004年ですけれども、それをベースにそのクローン実装であるハループだったり、その後まだスパークとかに発展しますけれども、そんな感じで、まあ、Google が公開してきた、テクノロジーのもとに今ですね、ビッグデータの、技術というのが世の中広まっているつつあると。で、ただ、まあ、Google ですね、どんどん開発続けてますので、そのマップリデューサーのビッグテーブル、まあ、ビッグテーブルは今でも主力なんですけれども、マップリデューサーあたりというのは結構もう、古いテクノロジーに属してまして、今は新しいコロッサスだとか、スパナー、ドレメル、ボーグはまあ一番最初から使われてましたけれども、といったところが主力のテクノロジーとなっています。で、そこら辺のですね、Google が GCP だけじゃなくて、Google の検索だとか、Maps だとか、Gmail だとか、あらゆるサービスのためにですね、相当なお金と能力ですね、つぎ込んで開発してきたインフラがあります。で、それをですね、外のお客様にそのまま使っていただこうというのが、Google クラウドプラットフォーム GCP です。で、まあ、いろいろなサービスですね、アプリケーションをホスティングするサービスですとか、ストレージのサービスですとか、いろいろ出てますが、その中でもですね、お客さん、特に GCE という Google コンピュートエンジンというバーチャルマシン、仮想サーバーのサービスであるとか、Google アップエンジンというプラットフォームアザーサービス、パースのサービスですね。このあたりをですね、使い始めていただいているお客様というのは、実は世界中に増え始めています。先ほど言いましたけれども、まあ一番大きいお客さんは、アップエンジンでいうと、このスナップチャットですね。スナップチャット、つい先日、100万リクエスト毎秒を達成しましたけれども、まあそういった非常に大きなお客様がですね、GCP 使い始めていただいています。で、先ほど言いましたように、ここに名前が出てない、すごい大きいお客さん、いっぱいいるんですね。国内だと、まあ、DNA さんはこれ国外事例ですけれども、DNA ウエストさんはすでにビッグエディで中心にデータ分析していただけますし、エーミングさんですとか、グルーブノーズさん、あとはサイバーエージェントの子会社のアプリボットさんなんかはもう本当に、もう4年5年ぐらい前からですね、Google アップエンジン上でアプリケーションを作っていただいています。じゃ今日はですね、主にこの4つのお話ししていきたいと思います。Google の GCP というよりか Google のクラウド自社自体のですね、テクノロジー、特に私が個人的に感動したところですね、私も、まあ、5年弱いますけれども、その中でもこれすごいと思ったもの、まあ、今日はお話しできないものも、まあ、これから出てくるんですけれども、まあ、できるだけこのタイミングでお出しできそうな、ほのめかせそうなものをですね、突っ込んであります。ビッグデータとコンテナネットワーク、そして今後のテクノロジー見ていきたいと思います。まずビッグデータなんですけれども、まず Google でビッグデータですね、社内でやはりビッグデータ、うちは別に社内で別にビッグデータとは言わないですね、すべてのデータがビッグデータなので、どんなそういったその大量のログだとかですね、データをどのように扱っているのかという話です。例えば YouTube のユーザー、今10億人、Android のユーザーも10億人、Google 検索は今、1ヶ月あたり1000億クエリですね、Gmail のアクティブユーザー数がこれが9億人いたりします。ですから Google の、まあ、東京オフィスでも社内に行くとですね、各担当者がいるわけですね。 YouTube の担当者、 Android の担当者、私も一番最初の1年間は AdWords API の担当してましたけれども、そうすると日本で一番大きい AdWords API のお客様がいらっしゃって、でそのお客様がですね、私に電話かけてきて、なんか今日モバイルの東京ターゲットのこれがちゃんと出てないんだけどどうなってるとか電話かかってくるわけですね。でそうすると私はすぐさまそのお客様に対してトラブルシューティングをしなきゃいけないという時に、その何十テラバイトとかっていうログの中に を分析するために、いちいちマップリデューサーとかハドゥープのジョブ回してられないですよね。マップリデュース回して答え返ってくるのってやっぱ数時間後とか早くても数十分後になります。そんな時間は Google には全くないので、Google ではですね、独自の、開発、ですね、データ分析基盤として例えばドレメルであるとかフルーム Java であるとかミルウィールといった次世代のビッグデータ処理基盤というのを開発してきました。もうマップリデュース相変わらずまあ細々と使われてはいますけれども、メインのビッグデータ処理基盤ではなくなっています。じゃあなんだマップリデュースのですね、次の基盤何かという話なんですが、まあドレメル、フルーム Java、ミルウィールのあたりなんですが、このあたりのですねテクノロジーの一番おいしいところを使いやすくですね、外のお客様向けに出しているのがこのビッグクエリであったりクラウドデータフローという GCP の新しいサービスになっています。で、まずはドレメルですね、ビッグクエリの方から見ていきたいんですが、これはペーパーが、しばらく前に2010年ぐらいだったかな出てます。でも社内ではですね、もうドレメルっていうこの大規模分散、検索クエリシステムっていうのはもう2006年から、プロダクションなので、ですから実はビッグクエリって非常に私社内的には枯れたサービスなんですね。非常に安定してます。
でむしろ私が5年ぐらい前に Google に入って一番びっくりしたのは、もう先ほど言いましたように AdWords の舞台から Android の舞台から Maps の舞台からみんなですね、 Google の中で仕事している人はこのドレメルですね、ビッグクエリなしではもう仕事できないようなログの量になっているし、スピード感覚なんですね。でちょっとデモンストレーションですね、簡単にしてみたいと思います。これさせないです。はい、ここにあるこれはビッグクエリのユーザーインターフェースで、どなたでもサインアップすればタダでですね、これをお使いいただけます、お試しできますが、ここで今用意したのはウィキペディアのアクセスログのですね、データが全体で100億行入っているテーブルがあって、それのタイトルカラムに対して正規表現マッチをするというやつですね、ちょっと実行して、今これクエリを実行し始めまして、アメリカのデータセンターで一生懸命これ全部ですね、インデックス使わずにフルスキャン、テーブルスキャンになってますから、データを実際にディスクから読み出して正規表現を適用して答えが10秒以内に返ってくると。笑いが出てますね。全くキャッシュとかインデックス全く使ってません。で 400GB のデータを全部フルスキャンして正規表現もですね適用して、この結果でちゃんと答えが、しかもこれリアルタイムの答えなので、ビッグクエリでフルエントとかでリアルタイムにインポートすると、大体そのインポートした結果っていうのがもう30秒経たずにクエリに載ってきます。そういった分析ができるのがドレメルなんですね。でこれをもううちの社内ではもう全部のあらゆる部署で使いまくってるので、まあ Google、 いわゆる Google スピードと言われるスピードで仕事ができる。例えばこれ1000億行でに対して同じようなクエリを実行するとレスポンス、それでも30秒で返ってきますし、データですね、フルスキャンするデータの量というのは、まあ、4テラバイトに達しますし、100億行に対してレギュラーエクスプレッションをきちんと適用して、シャッフルもですね、300ギガバイトくらいの、ですね、規模に達します。でなんでこんなに速いのか、その最大の理由はやっぱりこれも先ほど言いましたように、 Google のデータセンターまたは GCP のデータクラウドの作り方というのは他社とは全然違う。それは Google の他のサービスと全く同じサーバーラックですね、使ってるってとこですね。私も、これまで台湾のデータセンターと、もう一つどこだったかな、ポートランドの近くのデータセンターですね、オレゴンのデータセンターに中に行きましたけれども、まあやっぱり何千台っていう数万弱のですね、サーバーが並んでまして、そのどの1台マシン取ってみても特定のサービス専用のマシンってのはないんです。Google のデータセンターっていうのは何千台っていうマシンに対して全てのサービスを薄く広くデプロイメントするんですね。でその代わりちょっと設計 のアプリケーションの書き方かなり特殊になってきます。必ずステートレスに書かなきゃいけないとかですね、自分のプロセスが簡単に消されちゃったりすることがよくあるんですね。なのでそういった特殊な設計をきちんとしておけば、簡単にですね、ドレメルみたいに5000台とか1万台っていうディスクドライブをデプロイメント一発でワンクリックでデプロイメントできてしまうですね。先ほどのデモをお見せしましたけれども、あれ 1TB をスキャンするのに1秒かかってないですね。なぜかっていうと背後ではアメリカのデータセンターにある5000台から10万台のディスクをいっぺんに並列で回してフルスキャンしているので、スピードが達成できる。でそれができるというのはやはり Google の非常に 特有な、ユニークなですね、デプロイメントの仕方、運用の仕方がある。でもう一つは何千台というマシンからですね、答えをこう集約するんですけれども、まあ、SQL の分をバラバラにして、それぞれを例えば2000台規模にばらしたり、また数十台規模で中間集約したり、最終的には1台にまとめるんですけれども、ここら辺も実はですね、ビッグクエリとかドレメル専用じゃなくて、もともとはこれは Google の検索のテクノロジーから来ています。 Google の検索のクエリもですね、一つのクエリっていうのはだいたい数百台のマシンでオンメモリで並列処理されていますが、その時にですね、やっぱり重要になるのはここネットワークの太さなんですね。ドレメルの場合でいうと、ここが数ギガビットパースカンドに達しますので、それに応えるネットワークというのはもともとなきゃいけない。まあ、実は Google はもうそれ最初から Google 検索のために非常に太いネットワークというのをもうスイッチのレベルから、ネットワークインターフェースカードのレベルから自社で作っているので、じゃあそれそのまま使って、かつ数千台に対して RPC する仕組みをそのまま使って、じゃあ SQL を流してみようというのがドレメルですね、ビッグクエリの元々の発想になってますから、これもやはり他社のクラウドとは全然元々の出自が違うし、発想も全然違ってくるですね。でここですね、ちょっと私言えないんですけども、例えば、そうですね、Google 入って一番いくつか2つ3つぐらい非常に感動したテクノロジーがあるんですけども、その一つがこれですね。で例えばビッグクエリで、これです。
これ見て私は、あ、この会社にあと5年勤めなきゃいけないなって絶対思いました。他社に転職できません、これを見ると。で、例えばそのメリットなんですけども、10億業と10億業のテーブルをジョインするのに、ビッグエリートレメルの場合は30秒かからないんですね。これハイブで同じことやったら何ですか、何時間かかるか分かんないって感じですよね。なんで、それを可能にしているのはやはりちょっとうちのかなり特殊なハードウェアから作っているインフラテクノロジーがあります。はい。でこれが実はこのテクノロジーというのはこれドレメル専用じゃなくて Google のいくつかのプロダクションサービスでもう、数年間使われてまして、でこれからそれをベースにしたちょっと恐ろしい謎なサービスがですね GCP でポツポツで始めるという状況になっています。でまあ、ただドレメルタイムはあくまで SQL だけなので、まあ、そのうち間もなく UDF ユーザーディファインドファンクションもサポートしますが、まあ、いずれにしろでもドレメルだけでは全ての問題は解決できないということで、うちの社内ではバッチ処理とリアルタイムストリーム処理のためのフレームワークが別にありまして、そのためのまずはバッチ処理、大規模バッチ処理は、まあ、マップリデュースじゃなくて今はフルーム Java っていうのがうちの社内では主力です。まあ、これはマップリデュースでは使いにくかった最適化の部分であるとか、またはそのマップリデュースだとマップリデュースの情報を多段にですね、データフローを多段にしなきゃいけない。それを簡単にですね、もっと高い抽象度で書いてあげると、そのパイプラインを定義すると、それを自動的にマップリデュースに変換するようなですね、抽象度の高いデータパイプライン構築ができるような仕組みになっています。で、もう一つはミルウィール。こちらはですね、リアルタイムストリーム処理の基盤ですけれども、これの一番の お得意様はアドワーズです。例えばアドワーズで、スパム攻撃があったとします。なんか誰かがスクリプト書いて、お客様のそのアドを勝手にクリック何回もするようなスクリプト書いたときに、やっぱりそれをですね、数秒間のうちに検出して、ブロックしなきゃいけない。ですね。で、それをですね、バッチ処理でですね、ログをバッチ処理して、分析して、こういうスパマーだってやってると、数時間対応かかってしまいますので、そうではなくてもリアルタイムにそういったスパム処理ですとか、まあ、他のあらゆる処理、まあ、例えばアラートだとかですね、いろいろな処理が必要になりますけれども、そこら辺を大規模に、これもですね、ちょっと肝を潰すようなトラフィックで今動いてるんですけれども、多分ツイッターに並んで世界最大規模のリアルタイムストリーム処理基盤がですね、うちの会社の中では動いている。で、その2つをですね、GCP のお客様に提供しようと。のが、Google クラウドデータフローという新しいサービス。これまだベータ版ですけれども、多分年内中には GA になる予定です。で、これはですね、面白いのは、フルーム Java とミルウィールだけじゃなくてですね、それをですね、統合して全く新しい処理基盤、本当に Google で一番新しいビッグデータ処理の基盤を提供しているところで、まずフルマネージとフル最適化されてますから、例えば私がマップリデュース4年ぐらい前にですね、一番困ったのは、ここのマップリデュース、シャッフルのジョブは例えば500台ぐらい必要だ、欲しいねとか、でもここでリデュースするところは10台でいいねとかっていう、そのノードのですね、ワーカーの数の最適化っていうのをですね、するために私も何回も何回も自分でマップリデュースジョブですね、繰り返して、そのためになんか何時間とかかかってですね、アドバーズのログの処理とか知ったんですけども、そういったものが全然いらない。データの処理だとか、あとはワーカーの能力を見て自動的にですね、ワーカーの数だとか、足りなかったらどんどん増やしていくし、多かったら減らしていくというスケーリングアウト、スケーリングイン勝手にやります。あとは DAG のですね、ディレクテッドアサイクリックグラフの、自動的なオプティマイゼーションなんかも勝手にやってくれる。で、ここが面白いんですけども、バッチとですね、ストリームを一つのプログラミングモデルに統合しちゃってます。これは多分 Google クラウドベンダーの中では Google だけが今提供している技術じゃないかなと思いますし、これも多分うちだけ。フルエント D なんかはね、最近、アトリストワンスと、分散系におけるデータの受け渡しっていうのは必ず障害とかが発生するので、まあ、例えば障害が発生したらそれを検知してリトライするなんてことをしますが、リトライしたら今度データがダブるんですね。なんでデータがダブっちゃうのはしょうがないねっていうのがアトリストワンスですね、フルエント D なんかであって、いや、リトライしてもデータ、ダブらないようにきちんと確実に1回だけ渡すようにしてよというのがエグザクトリーワンスで、これ実装するのすごく難しいんですね。まあ、一番簡単なのは例えば2フェーズコミットとかですね、分散トランザクション使うのが簡単なんですが、そんなことやってるとものすごく重くなってしまう。なんですけども、クラウドデータフローだとかミルウィールっていうのはエグザクトリーワンスのですね、分散処理っていうのを非常に高速なストリームでですね、実装しているというのが特徴です。あとこれまだ出てないんですが、もうすぐ出てくるのが、これもシャッフル、これ先ほどのドレメルのですね、謎基盤、あれを使ってシャッフルできるようになりますので、これまたものすごい機能が出てきますよ。で、データフローを使ったですね、パイプラインの記述の例なんですが、これ Java ですね。 Java でこういうふうに、まあ、これちょっと Spark のパイプラインに非常に似てます。パイプラインっていうのを定義して、そこで例えばクラウドストレージからテキストファイルを読んできて、でテキストファイルからタグを取り出して、その数を数えてソートしてまた書き出すみたいな処理を書くと、例えばこういうオートコンプリートみたいな
アプリケーションも割と簡単に一発で書けちゃう。でこれはバッチ処理の例なんですが、これをそのまんまストリーム処理にも適用できちゃうっていうのは面白いと思うんですね。この黒いところは全く同じアプリケーションロジック再利用できます。違うのは読み込みと書き出し、読み込みと書き出しがパブサブですね、 Google クラウドパブサブっていうリアルタイムのイベント処理の基盤に入れ替わっていて、かつそのパブサブで来るそのリアルタイムのイベントに対してスライディングウィンドウをですね、あのノリクラだとかスパークみたいにこう切ってあげる、過去60分間に対してこのロジックを適用してたとか、あとは過去1分間に対して適用するみたいなことを書くと、リアルタイムなストリーム処理にあっという間に切り替えることができますから、まあ通常今現状ですとですね、そのストリーム処理とバッチ処理両方やるとすると、それぞれ別々のクラスター組んで、 Hadoop のクラスター組んで、次はあとノリクラ回して、あとはApache Storm のですねクラスターをズーキーパー面倒見ながらやるなんていう非常に面倒くさいラムダアーキテクチャを作らなきゃいけないんですが、データフラの場合はラムダアーキテクチャいらないですね。一つのフレームワークでフルマネージドで、コードも一つのコードでできてしまうというメリットがあります。はい、続いてはコンテナの話ですね。コンテナ技術もなかなか Google、謎技術がいろいろありまして、皆さんもともと Google っていうのはバーチャルマシン全く使わずにコンテナで全部のサービス動いてたっていうのを知ってたって方どれぐらいいらっしゃいますか。さすが知ってる方が、さすがヤプシー、こんなにいらっしゃるとは。だいたいこの質問すると手を挙げる人全然いないですね。まあ一人いるかいないかって感じですけども、皆さんやっぱクラウドっていうとバーチャルマシンっていう先入観があると思うんですが、実は Google も Facebook もで私の想像では多分 Twitter もみんなバーチャルマシンなんか使ってないんですよ。ということはクラウドのマジョリティはバーチャルマシン使ってないんですよ、クラウドサービスで。バーチャルマシンというのは本当にオーバーヘッド以外の何物でもない、まあゼロとは言いませんけれども、セキュリティのアイソレーションという非常に重要な意味はありますが、ただアプリケーションの入れ物としてはGoogle も Facebook も別にバーチャルマシンには全然こだわってないし、そのためにいちいち VM を立ち上げるなんてオーバーヘッド非常に大きいですね。 Google の、 Maps でも Gmail でも全部ですね、今コンテナでもう10年以上前から動いてまして、1週間の間に20億個のコンテナが起動していますよと。でそこら辺の技術ですね、Google というのはずっとこれまであんまり技術ってのは公開しなかったんですが、最近マップ技術もそうだしビッグテーブルもそうだし、どんどんそのクローン実装の方が流行っちゃって、なんか Google が昔から社内で使っているテクノロジーっていうのが全然オープンソースのですね、人たちにですね、どんどんこうなんですかね、そちらの方がポピュラーになってしまうという現象があったので、いや Google のコンテナテクノロジー、Vogue っていうですね、もう10年以上前から社内でも虎の子の技術があるんですが、これもですねきちんとペーパーにして書こうという形で、これも確か 1,2 ヶ月前だったかな、 2,3 ヶ月前に出たのがこの Vogue のペーパーです。で、Vogue っていうのはですね、Google も昔からあるコンテナ技術で、そもそも Linux の、コンテナ技術の始まりである C グループスっていうのが、2004年ぐらいにコントリビュートした元は Google なんですね。おそらく私が、想像するにこの Vogue の開発チームあたりが、やっぱり Linux のカーネルにちゃんとその、リソースの CPU だとかメモリとかのアイソレーションだとか、プロセスのグルーピングというのは必要だからということで C グループスっていうのを作って、それをコントリビュートしたという流れだと思うんですけれども、そこら辺のですね、コンテナ技術から生まれているのが Vogue です。全く VM 使ってなくて、もうコンテナしかない物理マシンの上で、コンテナがたくさん動いている。で規模はですね、やはり Docker とかとは全然違ってて、Google では社内ではセルという単位でマシンを管理しています。一つのセルはだいたい1万台入ってますし、でデータセンターに行くと、いくつかのセルがあるという感じになっています。なので Vogue というのはやっぱりだから数万台規模のマシンの上でコンテナをですね、いかにうまくスケジューリングするか、しかもですね、そのリアクティブなスケジューリングじゃなくて割とプロアクティブな、つまり例えば曜日によったり時間帯によって大体この必要とされるリソースの量というのは変動します。そこら辺をうまい具合にうちのいい感じのテクノロジーを使って予測して、プロアクティブなそのリソースマネジメント、ジョブスケジューリングを、数万台規模でやるというのが Google の一番新しいというか、一番古くから使われているコンテナ技術であります。でリソース何を指すかというと、CPU もそうですしメモリ領域もそうですし、あとはディスクもですね、ディスクのサイズじゃなくてディスクの IO ですね、このアプリケーションディスク IO どれぐらい発生するのかというのは結構重要なリソースの指標になりますし、あと TCP のポートも、Linux では希少なリソースなので、そこら辺も全ていい感じにミックスするようにバッチ処理 と、あとはちょっと優先度の高いですね処理とうまい具合に混ぜるような仕組みになっています。メタデータは全部パクソスベースのストレージに保存されているのは、これは CoreOS とかとの HSD なんかと同じような感じです。でこれは実際去年のですねプロダクションの Vogue のシステムから持ってきた CPU 利用率とメモリ利用率のグラフで、一つ一つの筋がこれ1台のマシンになっています。でご覧の通りうちのデータセンターのこの CPU の利用率の高さ、普通のデータセンターですね、
の CPU ってよく最近あのゾンビサーバーっていう言葉が話題になってましたが、普通のデータセンター行くと平均 CPU 利用率なんすか、なんか2割とか1割とかそんな感じだと思うんですよね。うちのデータセンターっていうのはこんな感じです。もう平均利用率こんな感じです。非常に高い利用率、利用度を達成しているので、これが本当にあのクラウドのですね、規模の経済と言えるんじゃないかなと思います。でこの防具のですね、圧倒的な経済性だとか、やっぱあのコンテナ起動するのに非常に軽いというのをメリットとして提供しているのが Google App Engine で、 Google App Engine の一番不幸なところは、まあ、こういう防具の技術だとかストレージの技術っていうのを Google ってのはこれまでずっと隠してっていうか、あんまり積極的に来なかったので、そうすると外のお客様から見ると Google App Engine ってなんであんなに面倒くさいのとかですね、その理由がよくわからないんですね。まあ、確かにスケーラビリティはあるけれども、なんでああいう細かい理由が、あの設計のですね、制約があるのとか言われるんですが、まあ、あのその理由はですね、やはりあの防具によるものなんですね。防具であるから、例えばアップエンジンのアプリケーションインスタンスというのはステートレスに設計しなきゃいけないだとか、なんか状態を保存したかったら必ずビッグテーブルに保存しなきゃいけないとか、いろいろな制約があるんですが、その背後にはやっぱり防具のメリットをフルに提供したいという意図があって、それをこれまでちょっと我々が説明できてなかったというのがちょっと最大の不幸であります。でただそこら辺はちゃんとメリットとして活用していただいているお客様、例えばスナップチャットはこの間1ミリオンリクエストパースカウント達成したり、アプリボット様ももう4年ぐらい前からですね、アップエンジン上でソーシャルゲームきちんと作っていただいています。イングレス、これなかなかですね、言われてないんですけども、イングレスも実はアップエンジン使っておりますとですね。で、アップエンジン、これその防具をそのまま外に出しているサービスなので、VM 全くありません。こんな感じで VM だとか、その OS の起動に2分間待ったりとか、そういうことは全くありません。アップエンジンの場合はアプリケーションのインスタンス、まあ、コンテナが1個立ち上がるのに大体、まあ、Go 言語を使うと40ミリセカンド切る感じです。2分間3分間待つ必要は全くない。ですから例えばスナップチャットが FIFA ワールドカップなんかですごいピックトラフィックとかを受け取ったりすると、もう数秒のうちに何百というインスタンスがボンと増えるんですね。数秒ですよ。でそうやって、まあ、他の Google のサービスも全部そういう仕組みになってます。なのであの Google クラスまたはスナップチャットクラスの、非常にスムーズなスケーラーとかできるですね。あとは、まあ、これ繰り返しになりましたけども、一つのアプリケーション、アップエンジンのアプリケーションで一番大きいお客様が1ミリオンリクエストパーセカンドも簡単に達成できますよと。でただアップエンジンのデメリットはやはりクローズドソース、下がどうなっているかというのは公開されてない、防具で動いているの です、ね、防具のソースコードって公開されてない、まあ、C プラプラで書いてあるので出せません。で、その代わりにじゃあ防具で得た知見だとかベストプラクティスっていうのを、全部ゼロから Go 言語で書いて、でオープンソースで公開しようというのが Kubernetes ですね。 Docker を使って、そのジョブスケジューリングだとか、オーケストレーションというのを Google がゼロから書いているのが Kubernetes で、ついこの間 1.0 リリースされました。でこのオープンソースの Kubernetes をベースにフルマネージドのサービスとして提供しているのが Google コンテナエンジンです。こちらまだベータなんですね。でこの図を見ていただいても分かる通り、これ非常に防具に近い構成になっています。なのでまだ防具の規模だとか洗練されたジョブスケジューリングまではですね実装されてませんけれども、目指すところはそこです。防具を使ったアップエンジンと同じような非常にスムーズなスケールアウトだとか、非常に賢いジョブスケジューリングっていうのをオープンソースで提供しようというのが、Kubernetes とコンテナエンジンになります。もう一つ防具のですねメリットが非常によく活かされているのが Google クラウドストレージのニアラインっていう製品です。でニアライン何かっていうと、これは Google クラウドストレージっていうクラウドストレージオブジェクトストレージサービスありますが、これとですねほとんど同じようなレスポンススピードで使える、まあ、ディスクなんですね。要するに同じディスク、クラウドストレージ用のディスクとニアライン用のストレージって全く同じディスク使ってます。なんですけども価格は他社 のバックアップサービスありますよね。読み出すのに数時間待たなきゃいけないサービスがありますが、あれと同じ価格で、ディスクと同じレスポンスを提供している。なんでこれができるかというのはやはり理由は先ほど言いましたように防具によるジョブスケジューリングがあるからです。で防具というのはきちんとリソース管理をですねディスク IO に対してもきちんとやっている。で私すごく台湾のデータセンターの時一番印象的だったのは、うちのデータセンターってまあ一台一台のマシンに普通のサーバーと同じようにディスク IO を表す LED があるんですが、あれがですね全てのマシンで常にチカチカしてるんですよ。普通データセンター行くとそんな状況ないじゃないですか。まあ、大体暇なマシンがずらーっとあって、ですごい忙しいマシンがこうパラパラってあって。そうじゃなくて、うちのサーバーは常にディスク IO を常にしてるんですね。でなんでかっていうと、今ディスクのスピンドルあたりのですね、コスト何が高いかっていうと、ディスクの容量じゃなくて、ディスクの IO が一番高いんですね、コストが。ですね。容量はもうどんどん何十テラバイト、何テラバイトって増えてきてるので、そうじゃなくて、シークタイムですね。これ全然相変わらず全く変わらないし、スピンドルあたりのシークタイムっていうのはもう全然制限されますので、IO が一番高い。
であればあのニアラインというサービスはもともとこれバックアップ用なので IU は少ないですよと。でこれ最大あの読み出すのに一番最初の一発目1秒とか2秒とか待たされるというあの SLA になってるんですね。なのでそういったあのバックアップ用で全然リスク IO が発生しないというお客様に対しては同じディスクドライブもすごく安いもう半分以下の値段で提供できますよというのがこれも本当に防具 のメリットの一つなんですね。なので他社のサービスではあの、まあ、聞いたところにあると全然違うデバイスでストレージデバイスで実装しているという話を聞きましたが、そういったものじゃなくて同じディスクでもジョブスケジューリングをきちんと大規模に賢くやればこういったサービスも実現できるというのがコンテナ技術です。で、時間がですね30分経ちました、じゃあネットワーキングも行ってみたいと思います。 Google ですね、の最大の特徴これも一つ最大の特徴の一つなんですがこれは Google はネットワークをファイバーの敷設のレベルから、スイッチを作るところからやってるんですね。スクラッチで作ってます。最近もあの太平洋のケーブルを、KDDI と Google が合同でですね新しいのを引き始めましたがもうダイファイバーから自分で敷設してやってますし社内のインシデントのレポートを見るとあの時のネットワークダウンはファイバーをサメがかじって、から見たそんなインシデントレポートが載ってきたりしていますと。で、ネットワークスイッチの開発もずっと続けていて、まあ、これはネットワーク技術全般なんですけれども、例えばウォッチタワーっていうあの実写製のスイッチの頃は、まあ、データセンターの中で82TB、2TB パースカンドぐらいの帯域を実現しましたが今使われている Jupyter っていう新しいやつは、まあ、あのバイセクション、帯域ですね、つまりデータセンターとかセルを二分割した時の、帯域が 1.3PB パースカンドっていうのをもう自社でハードウェアから作ってるんですね。でそこら辺のペーパーというのもつい最近公開されました Jupyter のペーパーで、これがあの Jupyter の写真なんですが、これも印象的でしたね。台湾のデータセンターに行くと、RJ45 のイーサネットのケーブルが1本もないです。まあ1本ぐらいあったかな。全然ないです。ファイバーしかないですね。すべてのサーバーがこの Jupyter ネットワークのファイバーにつながってて、この Jupyter というのはまあ、40ギガのポートがありますけども、まあ大半は今10ギガで使われています。で、10ギガの口を10万台につなげることができて、それで1ペタビットパースカンドを達成している。で、そういうですね、シスコとかジュニパーさんのでかい、なんか特殊なプロセッサーを使ったファブリックでやるんじゃなくて非常に安い、まあ、Google 流のですね比較的コストの低いハードウェアをたくさん並べて、大規模なスイッチングを実装するためにこのクロスっていうトポロジーを採用していたりあとは、まあ、SDN ですねソフトウェアデファインドネットワークを使って、OSPF だの、そういったそのルーター任せのスイッチングじゃなくて、運用管理者だとかアプリケーションロジックのレベルから最適なネットワーク経路というのを選択できるような帯域管理できるような仕組みになっています。で、この Jupyter 上にですね構築された最新の SDN というのがアンドロメダっていうコード名でこれもブログポスト、半年ぐらい前にされましたがこれのメリットをですね一番受けているのが Google コンピュートエンジンですね、バーチャルマシンのサービス、これのメリットをですね十二分に受けています。例えばですね何が嬉しいのか Google コンピュートエンジンのインスタンスを異なるゾーンに1個ずつ作ってその間で IPERF を取ると9ギガビットパースカンド出ます。これですね他社のサービスだと同じゾーンの中でインスタンス立てて IPERF を取るとまあ200とか300メガビットパースカンドぐらいですかね。ですからもう全然桁違いのスピードが出てますし、GCP のプロジェクトって作ると、この GCE のですねインスタンスっていうのをこの1つのプロジェクトの中に好きなリージョンで立てられるんですね。一つのプロジェクトの中に例えば EU リージョン、アジアリージョン、アメリカリージョンとか建てられて、で勝手にですねこっちで何もなくても勝手にデフォルトっていう名前のプライベートネットワークを全部作ってくれるんです。リージョンをまたいだプライベート VPN っていうのがもうあらかじめある。これはやはり Google の SDN がですね最初から組み込まれていて別に難しい VPN をですね自分で組み込んだりする必要がないというメリットから来ていますし、もう一つ面白いのはやはりロードバランサーですね。 GC のロードバランサーっていうのはこれもロードバランサーという名前は似てますけども他社のロードバランサーとは全然ものが違っていて、普通クラウドのロードバランサーってインスタンスタイプを選んだりしてインスタンスを立ち上げてそこでなんかロードバランサーのソフトが動いてる。だからあらかじめ何かこうトラフィックがドンと来るときにはですねなんか申請しなきゃいけないですよね。温め申請しなきゃいけないと思うんですが Google の GC のロードバランサーっていうのはもう常に温まり中です。なぜかというと Google.com とか Gmail のお客様が常に温めてくれてます。Google の他のすべてのサービスで使っているうちの巨大な共用されているロードバランサーインフラもあるんですね。それをそのまま GCP のお客さんにただ使っていただいているだけなんですね。なのでここで、まあ、ベンチマークの結果で100万リクエスト毎秒って出てますけれどもこれを取ったですねテックリードにこの
1年ぐらい前かな、たまたま会うことがあったんで、マウンテンビューで、あれ100万リクエスト毎秒すごいねって聞いたら、いやこれはテストのクライアントがそんだけしか用意できなくって、別に基本上限ないですからって上限ありませんが何かみたいな反応されてまあ確かにそうですね、あのこのロードバンサーがもし落ちることがあったら、その時は google.com が落ちてるので、ぜひ見ていただきたいくださいですね、はい。であともう一つすごいのが、あの IP アドレス1個でいいんですね。あのラウンドロビン DNS とかやる必要は全くありません。例えばあのパブリック DNS の8888って皆さんもお使いだと思いますが、あれ1台のマシンでやってると思いますか？1箇所でにパケット飛んでないですよね。8888は日本から見ると台湾に見えるんですよ。アメリカから見るとアメリカに見えるんです。ヨーロッパはあのベルギーかな。なんでこれはいわゆる、あのしかも UDP だったらこれできるんですけど、 TCP でこれをあのつまり BGP のですねプロトコルの経路情報をリージョンごとに全然違う経路情報を流すっていうのはやればできるんだけど、 TCP でそれやると経路情報がコロコロ変わった時に TCP のコネクションが切れちゃうんですね。これいわゆる TCP Anycast っつって、クラウドベンダー他のベンダー全くやってませんけれども、 Google は TCP Anycast を非常に安定的に実装するインフラというのを随分前からもプロダクションで運用していて、でだからグローバル IP で、1個でロードバランサーできる。でこれ実際、試しされた方がいましたけれども、この IP でアジアにデータセンターにアクセスしているときに、このアジアのですね、インスタンスを強制的に止めてあげると5秒ぐらいで US のインスタンスにフェイルオーバーしますとですね、っていう実験ができますと。で負荷分散もできる、リージョンまたいで負荷分散もできる。なのでここら辺がですね、やはりその他社の最大規模のお客様がこれ使いたい、特にグローバルであのソーシャルゲームを展開しているお客様なんかはこれ使いたいという感じで、あの映っていただいている理由の一つになっています。はい。でここまで3つのですね、あの GCP の Google のクラウドのテクノロジーを見てきましたが、ここからはですね GCP とはちょっと切り離して、今後の話ですね、 Google クラウドで今起きていることというのをお話したいと思います。まあ、あのディープラーニングですね、あのジェフ・ディーンっていうのはですね、これはあのジェフ・ディーンが書いた公開したペーパーのコピーをいくつか持ってきてますけれども、ジェフ・ディーンっていうのはマップリデュースであるとかビッグテーブルを発明した Google フェローですね、あの Google の本当に一番コアな人です。彼が今一番時間を使っているのがディープラーニングのプロジェクトです。でまあ、ディープラーニングご存知の通り、まあ、詳細私も専門家じゃないので割愛しますけれども、やってることは結局ですね、あの人間の脳にあるような、神経細胞のつながりがありますが、あれをですね不動小数点演算で、真似てあげて、やってることは結局掛け算と足し算を大量に行う。なんで、まあ、GPU によるアクセラレーションとか一般によく広くやられてますが、それを多段に行うことで、なぜかですねその段数を増やしていくと、それぞれの段がなんか人間の脳のそれぞれのですね細胞の活性化のパターンにすごく似たようなことが起きていると。例えば猫の画像を見たときに、非常に単純なレイヤーでは、あの例えば白いなとか赤いなとか、そういった低レベルのことを認識しますけども、段を重ねていくとだんだん抽象化の度合いが高まってきて、なんかふさふさしてるなとか、これ猫じゃねとかいうのを認識してる。でそれをですね、同じものを Google のですね、あれ何万台だったかな、2万ノードぐらいでジェフ・ディーンが試してみたら、確か猫を認識できた、教師なしで、教師なし学習で猫っていうノードができたっていうペーパーがですね、あの2年ぐらい前に出て、あのこれが一つのブレイクスルーになってます。あの最近ですと、あのディープマインドっていうね、あのオープンソースのツールが公開されて、その Google の非常に大量の、クラスター上でですね、学習されたモデルをベースに実際に、画像認識っていうか逆ですね、認識した結果を使ってなんかこう、画像を変換するみたいな、なんか悪い夢を見てるようなですね、あの画像がよく最近出てきましたが、これもあの Google のジェフ・ディーンのですね研究結果に基づいています。でここら辺はですね、あのジェフ・ディーンですとか彼らのチームのですね、ペーパーから持ってきた画像ですが、 Google の社内で研究もしくはもうプロダクションで適用されているテクノロジーの例です。で OCR もそうですし、あとは物体の認識、ラベル付けですね、あとはテキスト分析、音声認識、 Android の音声認識でね、すごく認識率いいですけれども、あとは Google フォト、ね、最近驚かれた方も多いと思います。 Google フォトで例えば海だとか彫刻とかいうとこんな感じでいい感じに認識してくれる。これすべてディープラーニングのテクノロジーがうちすでにプロダクションで提供されていまして、それを支える巨大な、またハテナマークのつくハードウェアを使ったテクノロジーインフラストラクチャーがもうプロダクションでバリバリ動いていますと。でそういうなんかあのプロダクションレベルでですねディープラーニングを横にスケールアウトするときに一番難しいのが、そのパーティショニングだとかデータの受け渡しのところですね。あの私もそのマシンラーニングの専門家の方、最近よくお会いすることが仕事柄ですねお会いすることがあって、
話聞きますと、例えばチェイナーだとかにしろクーラでですね、を使って NVIDIA の GPU の上で動きますが、それ1台のマシンの上でたくさん高い GPU を4枚差しぐらいして100万円ぐらいの構成作って、それで学習するのはいっぱいなんですね。なんでマシンを超えると、そうなると結局 TCPIP でイーサネットで、まあ、10ギガ使っても、そういうレイテンシーがなんか何ミリセカンドとかかかるようなネットワーク使って、そういうここら辺のつなぎをやるとものすごく遅くなるっていうのが、マシンラーニングのにまたはディープラーニングにおける今の一番の課題であります。で、 Google っていうのはそこら辺を解決するテクノロジーというのがすでにものありまして、もうそれがプロダクションで運用されているとですね、144台のマシン2000コアみたいな規模で、ネットワークがですね、妨げにならない感じでいい感じでスケールアウトしていますとですね。お、次に行かない。で、その成果をですね、外のお客様に出していこうということで、提供された、これつい昨日発表されたのが、まずこれ Android のプレイサービスの一つとして提供されたのが Vision API for Play Service です。これ使うと顔認識じゃなくて顔検出ができます。下ではその、ジェフ・リンなんかがですね、頑張って作ってきた研究の成果が生かされている。例えば顔を認識して、そのランドマークっていうんですけども、目はどこにあるか、ほっぺたどこにあるかっていうポイントを座標で教えてくれたり、あとは顔を笑ってるのか泣いてるのか怒ってるのかっていうのを、角度で出してきたり、あと顔の向きなんかを出してきたりっていうのが出てきています。これが第1弾です。で、私の希望としては、これからどん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 そういうですね、Google の最新のテクノロジーに基づいた、製品というのはですね、外のお客様に出していけるのは、個人的にはすごく嬉しいなと思っております。ということで、まとめですね。はい、4つ見てきました。ビッグデータ、これはもう、我々はもうアプリユースを超える世界で、生きていますよと。ドレメルですとか、ミルウィール、フルーム Java といった、Google を支える、Google スピードで仕事をするための、ビッグデータ処理基盤というのがあって、それをきちんと GCP のお客様にも提供し始めています。コンテナ技術、これですね、やはり Google の最大の特徴ですね。Google のデータセンターというのが、他社のクラウドベンダーとは全く違う作り方をしているというのは、やはりコンテナ技術によるところ。さらには、そのジョブスケジューリングですね、のテクノロジーによるところであるというところです。ネットワーク、まあ、Google は本当ネットワークそのものと言ってもいいくらい。Google 社内の、資料を見て、ネットワークのトラフィック、総トラフィック量の数字があるんですけども、いや、Google ってインターネットだなと思いましたね。Google がインターネットだ、むしろみたいな感じの数字が出てました。うん、ちょっと言えないんですけどもね。で、今後なんですけれども、本当に論文ではですね、ディープラーニング出てますけれども、もう論文じゃないと。もう皆さんがすぐに REST の API で簡単に叩いて、すぐにもう皆さんのサービスで使っていただけるためのテクノロジーっていうのが提供できる準備が整いつつありますよというところで、私のところ終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。質疑応答になります。問題ある方は挙手をお願いいたします。質問ですけど、ちょっと2つありまして、GC とか、まあ、GCP とかですね、全体的に権限管理というか、そういうところ、まあ、AWS で言うと結構ポリシー細かく書けたりするところありますけど、GCP の場合結構大雑把かなと思ってまして、その辺で今後の改善予定があるんでしょうか、はい、はい、あります。あります。はい。ああいうのが出てきる気がしないでもないです。あとは、個人的にはすごい GE って素晴らしいアーキテクチャとかサービスだと思ってるんですけど、そのアメリカにしかないですね、レイテンシーが日本からすると一旦のしがたいというレベルだと思います。そのアジアのデータセンターという話は何年も前からあったりするような気がしますが、現状の計画はどうなんですか。はい、そうです。アップエンジンのインスタンスは今アメリカでしか動いてなくて、 GCE とかは台湾で動いてるんですけども、クラウドストレージとかアップエンジンはまだ来てないで、このあたりもですね、できるだけ日本のお客様にこれだっていうソリューションを提供できるべく今かなり頑張ってるところです。はい、いい感じのソリューションがいい感じのタイミングで出てくると思います。ありがとうございます。後ろの方から。
素晴らしい発表ありがとうございます。ロードバランサーが、まあ、Google.com で使われているマッチクオリティのものが一般に使われている話だったんですけれども、まあ、使ったケースを聞いてもらうと、Google.com のオリジンサーバーと同じだけのコネクションが貼られてしまって大変なことになるって聞いたんですけど、そこに対してのこう、まあ、ソリューションみたいなのがあるんですか？そうですね。それは私もある大きいお客様でその案件に、同じ案件かどうかわかんないですけども、あって、確かにちょっとまだ出始めの、例えば SSL の対応のやつなんていうのはついこの間出たばっかりで、出始めで我々もお客様が Google 社内での使われ方っていうのを想定して、仕様を公開するんだけども、実際、使ってみていただくと、そんな使い方するんだっていうパターンがあったりして、じゃあここちょっとコネクション貼られすぎじゃねみたいなことが起きたりして、でそのために私が、我々がなんかソリューション提供してるってことはありましたけども、ちょっと詳細忘れちゃったけども、確かその特定のお客様の時にはなんかいい感じにワークアラウンドできたと思います。で、そういったノウハウも随時、我々とかうちの、ソリューションアーキテクトなんかがマウンテンビューのですね、テックリードだとかプロダクトマネージャーにダイレクトにお返ししているので、これからいい感じにこなれてくるかと思います。はい、ありがとうございます。一番前の、そうですね。そのいずれに関してちょっと思い出したのは、なんかとにかくうちの会社の社内のアプリケーションを作ってる、ね、Google サービス作ってる人は別に何万コネクション来てもな、へっちゃらみたいな感覚で作っちゃうので、その感覚を結構お客様にそのまま期待しちゃったところがあるんですね。ロードバランサーね。だからロードバランサーからなんか何万コネクションとかほっとくと貼られて困ったみたいなお客様がいらっしゃいましたね。それ今改善中です。はい、そういうことに関して で、できればやっぱり鍵を自分が持った鍵で、暗号化した上で置いとかないとやっぱりどうしてもダメだということを言ってるんですけども、そういうことに対する対応の要請とか考えとか。はい、実はですね、自分の鍵を使ってストレージに保存したり、コンピュートリソースを使うっていうのはつい最近1ヶ月以内、1週間2週間ぐらい前に発表されたばかりです。はい、プロダクションで GA で、はい、Google Apps の方はそうですね、 GCP では対応してるんです、し始めたんですけどね、 Apps ではないかもしれません。確かに。で、そうすると、はい、そうですね。じゃあ一つの今の提案としては、今の段階で提案できることとしては、まず GCP の方でデータを収めていただいて、そのユーザーインターフェースとして Apps を使っていただく、 Apps の Apps スクリプトとか使って、叩いてなんていうのがとりあえずはソリューションになると思う。はい、はい、Apps のスクリプトだとブロックコードができちゃって、うん、会社でちゃんとコントロールなく、Apps のスクリプトを許すとそこでいろんなことができちゃうので、なるほど、なるほど、なるほど、うん、もし弊社の Apps のセールスエンジニアとかともすでにやり取りされていれば、一応 US の方でやってて、US ですか、それで、はい、それでまあ、いろいろ売ってるんですけど、はい、ぜひその日本の我々のエンジニアだとか、あとチャンネルパートナーもいっぱいいるので、なんかいい感じのソリューションを提供できるようにお手伝いできればなと思いますけど、はい、他に質問ある方、早めに言っていただいているので貴重な機会ですので、ぜひ。すいません、ビッグクエリのユーザーなんですけれども、はい、結構昔からユーザー定義関数というのを使えるよっていうことを言われていて、すごい楽しみにしてた。うん、なんか1年半ぐらいだったそうなんです。ビッグクエリチームの中でまずは一時期さっきの謎インフラとかの導入にも関わって、安定性がちょっと落ちたことがあったんですね。なんでまずは安定性を最優先だっていうふうにプライオリティが変わって、 UDF 動いてたんだけども、一般公開がずっと伸び伸びになったんですが、もう安定してきたので、いよいよ出てくる予定です。
まあ、きちっとした時期はいないんですけども、私の個人的な感触だと多分2、3週間ぐらいで出てくるんじゃないかな。そうですね。そば屋の出前的な回答でした。今出ましたみたいな。すいません。アップエンジン、あのスナップチャットはじめ、あとイングリスもそうですけれども、非常に大きいお客様がもういっぱいいらっしゃるので、もうしばらく動いてるし、あと社内でもガンガン使ってるんですね、アップエンジン。なんで、しばらく継続します。プラス、あのコンテナエンジンだとか、あと新しいバージョンのアップエンジンなんかも予定してますけれども、そんな感じが、あの新しいサービスも並行して出していく感じです。今日の話で、ニンジャーになってコンテナーなんですけど、うん、でオープンスタックに入って、はい、オープンスタックのイヤーのソリューションとコンテナの融合統合していくぜって言ってましたけども、うん、あれはなんでそのオープンスタックでやるのか今一つ分からなかったんですけど、まあ、私の詳細のところはあんま分からないんですけれども、一つ言えるのは GCP というのはとにかくこれまでの反省で、アップエンジン時代からの反省で、 Google のクローストの世界にこだわってると全然売れないなと。でやっぱり業界の標準だとかオープンソースというのを積極的に取り入れておこうと。 Google クラウドビッグテーブルというあのビッグテーブルを外出しした製品が最近出ましたが、あれは HBS の API をわざわざエンプリしてですね、 HBS はもともとビッグテーブルのクローンなのに、ビッグテーブルが HBS のAPIをさらにインプリして出すとか、そんな感じでですね、かなり外の世界につないでかかっていこうというのが結構今リソース投入しているところですだと思いますけど。はい、終了といたします。ありがとうございました。